こんにちは、スポーツアナウンサーのりでけんいちです。自分のプレーをスポーツ中継風に実況しているスプラトゥーン2、ショウザメ造船のガチエリアで1戦目いってみましょう。さあ、相手の編成はどうかな。モデラー、ローラー、そしてバケツ、デュアルスイーパーといった感じで、後ろからデュアルスイーパー狙ってくるという感じ。それからバケツとローラーの無双に注意というところでしょうか。さあ、まずは初動で生き残れというミッションがあります。最初15秒経過しまして、ガチエリア確保しました。さあ、相手の位置を確認しながらですが、相手にピンチマークがついている。さあ、前から来ているのはモデラーか、あるいはというところですが、押し下げました。さあ、インクなくなったが、あ、倒した。インク管理には注意したい。エリアを確保している。さあ、相手のプレッシャーが強くなってきた。雨降らし、それからスーパー着地でここで一気に打開を狙ってきている。さらにはカーリングボムを多用して押し下げられました。さあ、ここで相手の位置を確認するためにカーリングボムを投げ込んで、右からバケツ、ただこれを塗り返しておいて、どうだ、前からローラー来てるぞ。これは味方落としてくれました。ここにまだバケツがいる。これを落とせるかどうかというところ。右のバケツは要注意というところで、エリアを塗りに行く。あっと、ここにいた、デュアルスイーパー。デュアルスイーパーがエリアの中で潜伏していました。やはりこの初動でどれだけ生き残るかということもスプラトゥーン2では大事なんでしょうね。最近そういうことも分かってきました。だいたい闇雲に突進してやられているという形、それで味方に迷惑をかけるという形がよくありましたが、さあ、ここは生き残って、ただカウント相手が進んでいるという状況ですが、こちらピンチマークついている。ローラーと1対1、スーパー着地、スーパー着地やられてしまって、カウントが減っている。こちらピンチマークがずっとついている状態で、残りカウント20。さあ、これは取り返すことができるかどうかというところで、これはいけないか、残りは10だ。さあ、ここでまたカーリングボムが投げられているぞ。さあ、エリアを取ることができるかどうか、ローラーで一気に前に出ることができるかどうか、これはどうだ、取れない。結局取れませんでした。相手に主導権取られてからは相手のペースで進んでしまったという形。生き残ってはいたんですけれども、味方が落ちていたか、あるいはエリアを奪還することが難しかったかというところ、ちょっとスタッツを見てみましょうか。さあ、やっつけた数ですが、ほとんど変わっていないということは、うまくこの味方との噛み合いが良くなかったかというところですね。ガチエリア1戦目あっという間に負けてしまったという印象がありました。さあ、2戦目いってみましょう。2戦目チョウザメ造船ガチエリア、1戦目はあっという間に負けてしまったという形、エリアを取り返すことができませんでしたが、2戦目はどうでしょうか。相手の編成、1戦目と似たような感じではありますけれども、ただちょっと長射程の武器が多いので、この辺りあまり前には出たくないという状況、間合いを取りながら攻めていきたいというところですが、さあ、相手のバケツがここから来るという感じですかね。スプラッシュボム投げ込まれていますが、まだ相手がいるかどうか。さあ、ここを取られるとちょっと厄介なので、あまり前は出ることはしません。ここで前に出られてしまうと、結局押し込められてしまうということがありますから。さあ、その間にまだいますが、味方がうまく相手を押し込んでくれました。これでようやく前に出る、そしてエリアも確保という形。さあ、バケツが左にいる。この左を落としきったが、これは味方が落としてくれました。さあ、カウントをうまく減らしていっています。さあ、左からも来るか、正面から来るか、左に来ていますね。左、これを落とせるかどうかというところ、返り討ちだ。竹振りでうまく落とせるようにはなりたい。赤ザップではやられてしまった。さあ、こちらが3落ち、相手人数有利というところ、カウントストップされました。60カウントまで減らすことはできていますが、先ほどはエリアを取られてからは全く何もできませんでしたので、ここから取り返していきたい。竹振り、そして味方のサポートがありました。さあ、そしてここでまた落とすことはできましたけれども、やはり長射程有利。あと、スプラッシュボムが来てる。スーパー着地でかわす。エリアは確保することができましたが、結局これは足場を取られてしまった。赤ザップにやられてしまっている。結局足場が相手のインクになっていると機動力がなくなってしまいますからね。足目食らいますから、そこをなんとかしたい。あ、かなりこの辺り塗られていますが、さあ、ペナルティのカウントが減って、今度は本体のカウントが減っていく。残りは70カウントから60カウントになっていくところ。これもなかなか前に出ることはできないか。エリアを完全に制圧されているぞ。さあ、右の敵を落としたいが、スーパー着地、カウントリード。そしてマルチミサイルが飛んでくる中、なんとかこのマルチミサイルをかわして、一旦この高台に登ってエリアを取りたい。さあ、味方も前に来てくれた。さあ、ここでもう一度、まずはエリアを奪還したいというところはありますが、エリア確保。さ
さあこの大石玉の相手は落とすことができるかどうかを一体まだ多分奥にいますよ。さあ今度は相手の雨降らしが来ている、これをかわしながら場所を確保していく。カウントを速くされましたが、これはマルチミサイル、これは避けることはできませんでした。下がれば大丈夫だったんでしょうか、あまり下がるということはしたくありませんでした。下がってしまうと結局エリアを取られてしまうということにもなりかねませんから。さあここで左からバケツが来る、落とせるか、相打ちだ。必戦ですね、必戦でられた。さあ味方にピンチマークがついている、相手のカウントが減っている中で今度は右から取ろうという形でカウントは減っている。スーパー着地のゲージは溜まったが、ここでスーパー着地を使って結局足場を確保、これでカウントストップ、味方のサポートもありました。これで3号地エリアを確保。さあこちらのターンとなりまして、このまずはペナルティのカウントを減らして、本体のカウントを減らしていきたい。さあペナルティのカウントまもなく減っていくというところで、さあ味方、相手がやってくる、これをうまく抑えていきたい。スプラッシュボムだ、スプラッシュボムにやられてしまった。さあほったらカウントは減っている。おい必殺何も持っていないぞ、必殺のインク切れ、腹のインクを振っていたという相手の必殺級でしたが、さあカウントストップされまして、ここでもう一度1分30秒さあここに3人味方、こちら取ることができませんでした。そしてこのままエリアを相手に取られるかというところ、いやただしかしこれ相手3落ち、味方が粘った、一気にスーパージャンプ、ここで塗り返すことができるかどうかというところ、塗り返すると大きい。さあ本体のカウントやらしてカウントリード、残りは1分12秒。さあここで守りきることができるかどうか、あるいはノックアウトまでできるかどうかというところ、相手の位置を確認しながら、そして自分の足場も確保していきたい。さあカウントストップされました、残りは1分。さあこっちに来ている、こちらに2人相手が来ている、それをかわせるかどうか、足場下に潜って逃げました。さあ残り14でカウントストップされている、これでまた相手に取られるかどうかというところですが、スーパー着地でエリアは確保しています。さあ残りは10カウント、残りは45秒。さあこれで締めくくることができるかどうかというところ、さあここでスプラッシュもやれた、カウントストップ、カウントストップされましたが、取り返すことができるかどうか、取り返せばほぼ勝利、勝ちました。これは自分の立ち回りというよりかは相手、他の味方がうまく立ち回ってくれたというところがあったかもしれません。何度も味方のピンチを作ってくれた味方は誰だったでしょうか。さあスタッツを見てみましょうか。やはりこちらのデュアルスイーパーとクローズアップ頑張ってくれました。そして最終的には塗ったというところも塗り返したというような味方もいたようですかね。スプラマニューバーも頑張ってくれていました。自分はどうだったのかは置いときましょう。さあ3戦目です。3戦目チョウザメ造船のガチエリア、味方の腕前エイム力というのも非常に大事ではありますけれども、4人の力を合わせてどう立ち回れるかというところが非常に大事なスプラトゥーン2ガチエリア。さあまずは初動ですが、今度は縦振りを使いながら一気に前に行く、ここを縦に塗ってまずは高台を見てみる。左から、あパブロですか、来てますね、このパブロが鬱陶しい。パブロをマークしていきましょうか。いやー前方でかなり激しくインクを振っているが、腕を振りまいているという状況ですが、エリア確保です。さあ今度は必戦、落とすことはできましたが、相打ち状況、いやデュアルスイーパーで結局やられていますか。必戦倒しデュアルスイーパーでやられるという状況でした。さあ相手にピッチマークがついている。さあまた右側では激しく相手のパブロが腕をバシャバシャと振っているという状況ですが、これ前方に来ている、この振りはなんだ、この振り具合はなんだ、激しいぞ。さあここでスーパー着地かわされる、まだ上に上がっていた。さあ高田で1対1、この筆、この筆の振りはなんだ。いやー味方を荒らしまくっています、相手のパブラ。そしてここは必戦がいる、必戦を追い返す。さあこれはなんだ、デュアルスイーパーか、やられてしまった。さあそして相手のジャルスキーパーでやられてますが、ここちょっとまた来ていますよね、これは完全に味方のこの辺りをやられてしまっていますが、突っ込んでいってしまうとこの餌食に合いそうですから、ここはちょっと慎重にこの辺りを塗り返していきたい。やっぱりいますね、相手のパブロがいました。相手のパブロをスーパー着地で牽制して、落としたか、落とした、落とした。ただこの辺りは相手のインクでベタベタになっている、そしてカウントが減っている、カウントを止めたいが残り25、残り20を切っていこうというところで、ここでどうだ、残りは18で止まった。
今度は塗り返して相手にペナルティをつけたいが、どうだ、キッセンがいる、デュアルスイーパーもいる、塗り返すか、2人落とした。ここの2落ちは2つ落としたのは、なんとかここでペナルティのカウントをつけたというところで、かなりここは粘ったんじゃないでしょうか。さあ今度はこちらのターン、まずはペナルティのカウントを減らして、メインのカウントを減らしていきたい。60代から50代へというところで、かなりこれはキープしている時間は長くないといけませんが、ここでカウントストップ、ペナルティもつけられてしまった。さあ裏から回って反対側から一戦がいる、これをかわす、来るんじゃないか、スプラッシュボム、これを避けてカーリングで牽制してエリアを作っておきながら、ここで横振り、あもう一ついけるか、あいけない、いい時期になった、ちょっと塗りが甘かった。さあかなりその間に相手はこちら味方のエリアを荒らしていますね。ご覧のように、 なぜこんなに相手のインクがここまで塗られているのかというような状況です。かなりこれこっちに来ている相手がいるわけですよね、まあ、おそらくパブロだと思いますが、わこれです、これです、落とせるかどうだ、落とせるか、いや落とせない、分かっていてもこちらのインク不足、このそして振りはなんだ、このパブロは厄介だ。さあこれをマークしながら、さあ相手のターンカウント減らしてる、これだけ塗られてますか、さあ来ているぞ、スーパー着地で牽制、相手を落とすか、ここは落とした、落とした、あ 後ろからしかしやられているが、いやークローズアップです。さあこれちょっと前を取られているとかなり厳しいですが、ただ闇雲にエリアに行くのではなくて、まずはここを塗り返しておきたいですよね。そしてあまだいるぞ、1人落とす、またパブロが突っ込んでくる、また上から振ってくる、これしかしその間にカウントストップ、ただ、ま、前に突っ込んでくればいいというものでもないか、その間にエリアを確保している、ただ3落ちの状況、カウントストップされました、残りは1分15秒、しかしこの塗られ方は異常なくらいだ、ただここはきちんと塗り返しておかないといけない。さあここでスーパー着地縦振り、さあエリアを取りに行かないと、まずはここはちょっとそろそろ危なくなってくる、1人落とした、さらに横振りをしながらカウントはストップした、カウントはストップしてインク不足には注意したい、塗り返していきたい、落とせるか、パブロのスーパー着地にやられてしまった。さあここでまた相手のカウントが減っていく、まあ、同じようにパブロがまたぐーっと前に来ているぞ、カウントストップ、そしてエリア確保、ここにいる、そう何度もやられるわけにはいかない、確実にこれ戻ってきた、やられてもう一度戻ってきた味方を、このパブロが相手がここで抑え込もうというような形だったでしょうか。ただこれは他の味方がうまくやってくれないといけないわけですけれども、ね、きちんと抑えてくれると、その間にスーパー着地で2落ち成功、あー落ちてしまったが、スーパー着地で2人落としたのはかなり今回は頑張っている、あもうとにかくあもうパブロが相手好き勝手にやってますから、もうその好き勝手には絶対負けないというそういう強い意志がある。どうだ、落とせるか、落とせないか、落とした、味方落としてくれました。さあ残りは23カウント延長に入った、これでどうだ、逆転勝ちか、ナイス、味方頑張ってくれました、パブロが厄介だった相手、きちんとやはりエリアだけにいるのではなくて手前側を塗ってちゃんと機動力を確保することがどれだけ大事かということが分かりました。3戦目逆転勝ち、スタッツはおっと自分が一番上11やっつけたというところで、いやもうパブロ憎しでやっていたところはあったわけなんですけれども、それが逆に良かったかもしれません。最後の最後、思いがけず自分のいい立ち回りを見せたというガチエリア3戦目でした。こんな感じでスプラトゥーン2の実況動画を毎日上げております。通知を受け取るためにぜひチャンネル登録、そして高評価もお願いします。いやこれだけ塗られるわけですよ、で分かっているのに止められないというね、このパブロの厄介さ、インク管理でも要注意ですな。では他の動画でもまたお会いしましょう。